はい、皆さんおはようございます。今日朝雨降っていて、今やっと雨が上がりました。なので、ここのね、税金違う、公民センターでこの衆議院のね、投票を行ってみようかなと思います。こちらね、衆議院議員、総選挙の、投票です。まあこれは入り口だけど、多分裏側のね、部屋で投票すると思うので、まあ、裏から回って投票してみようかなと思いますの で、あとはあの投票終わったら、まあ、天気もいいし、まあそうね、自分の統一地方選挙に向けての、街頭演説もやってみようかなと思っていますので、まあ、とりあえず、投票して終わったら、まあ、またライブ配信をします。ライブミーもね、もうあのもし興味があったら見てみてください。じゃあ行ってきます。バイ。おはようございます。お疲れ様です。日曜日ね、終わってしまいますね。今朝今朝は雨降っていて、昼ぐらいにね雨が止んだんですね。で、まあ、動画撮りながらとことこ歩いて行って、衆議院の、投票をしてきました。候補者名と政党名と辞めさせたい裁判官公務員の名前と×をつけるやつね。まあ、×は全部つけましたが、まあ難しいでしょうね、公務員潰すのはね。まああとはそうですね、人はでもそんなに混んではなかったかな。ただ投票所には必ず10人以上の公務員がプラプラしているので、でああいう公務員はあそこの投票所に座ってるだけで、まあ、2万から4万の手当もらってるみたいですから、それであの偉そうな態度してるからね、本当腹立ちますよね。本当はね、ああいうぬるま湯公務員の顔見に行きたくはなかったんですが、まあ、でも投票しないといけませんから、一応、まあ、我慢して行ってきました。まあ静岡YouTuberの父親もね、選挙に出ていて、で、元女性タレントも出馬していますので、まあ、こちらの3カ所の方がね、当落の結果が気になるかなと思います。まあ皆さん言う、すごい知名度がありますから、やっぱり選挙にも強いのかなとは思っています。まあ、ということで、おそらく今日の8時過ぎから、ポツポツ当落の、ね、結果が出てくると思いますので、楽しみにしていたいなと思います。でただ自分の場合は国政選挙ではなくて、地方選挙を目指しているので、まあ、引き続き、2023年の統一地方選に向けて、準備をしていきたいなと思います。はい、水準を良くしていかないといけませんし、まだまだ日本のその引き出しは、結構あると思います。日本の文化はね、非常に素晴らしいですから、日本の、経済人とか政治家の名前は知らなくても、日本のアニメはね、世界中の人が知っていますので、日本のカルチャーはね、やはり素晴らしいものがたくさんいると思いますから、そういった人材を地方でも活躍できるようなチャンスとかを作っていきたいというふうに考えています。まあ我々の、ね、生活を良くするためにも新しい産業は絶対必要だと思いますし、まあ、日本人の富裕層も増やしていきたいかなと思います。これもネットニュースに載っていましたが、日本人の、貯金とか預金全部合わせると、確か1079兆円ぐらいの、現金が、日本国内にあるということです。で何年か前は900兆円ぐらいと言っていたので、このコロナショックでさらにね、預金の金額が増えてるなと思います。経済にもプラスになるのかなと思います。で、ちなみに日本 その経済の成長率は確か1年間で 1% もないんですね。で投資の方は 7% ぐらいは大体あるということなので、かなりの違いがあると思います。でちなみに、ヨーロッパの、経済成長率が差をつけていかないと、ね、高めていかないといけませんので、まあ、日本人の生活を良くするためにも教育が非常に重要ですし、まあ、ファイナンシャルリテラシーとか、英会話の英語のリテラシー、この2つは、ね、
絶対に、必要だと思います。まあ、義務教育課程から金融の教育と英会話教育に力を入れて、その稼ぐ力をね、身にしていきたいですし、まあ、自分自身もね、投資の勉強は続けていきます。まあ、もともと学校の教員をね、前坂中学校で教員の仕事をしていたので、子どもの未来に投資をするというコンセプトで、挑戦をねしていこうかなと思います。まあ、地方でも優秀な人材はねたくさんいますから、受給者取るから多いですよね。まあ、とにかく、今日は衆議院の総選挙の投票があって、昼ぐらいに行ってきました。なので、まあ、結果発表をね楽しみにしていますということで、日曜日お疲れ様でした。All right guys, thank you for watching. Smash like buttons and subscribe. Stay tuned. See you tomorrow. やら、よろ。バイ。またね。